というわけで最終回なんでですね、私たち探偵からスパイグッズの贈呈がございますので少々お待ちください。どうですか、すげえね、なんか楽器の準備が始まってる中申し訳ないんですけども、このスパイグッズの贈呈式と、あとまあね、感謝の言葉というか、もう、なんでしょう、もう本当は全員なんですけども、こういうそのプレゼントの企画を立ち上げたので、まあそういう形でお礼ということにさせていただこうかなと思っております。困りましたね、これやばいかもな。あの、はい、そうですね、順番に言うんじゃあ今日来ている方にお渡ししていっちゃおうかな、なんて。大丈夫ですか？どうしましょうかね。それじゃあ、はい、いい音いい音だ、いい音鳴らせるね、めっちゃいい音嬉しそう、ちょっと悪いな、耳が落ちてくるのかと思った、嬉しそう、苦手だって。これ相性いいんじゃないですか。ドラムにね、座ってとかね、いろいろなんか、大丈夫ですか、これ、ずーって、なんだろう、ダダダね、ああ、気にせずって、気にせず、だいぶパコンが鳴ってましたけど、そうそういうの、シンビリエの方で言いたいけど、はい、というわけでですね、でけえな、ちょっとでけえな、でけえな、いい感じなんだけど、でけえな。ファン長を愛してくれた証といたしまして、僕たち探偵からスパイグッズを贈呈いたします。呼ばれたら前に NO をバックで、そうですよ、だって俺が配っていてどうするはい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 、誰誰ってどうするそれはちょっと斬新すぎますね。それではですね、ファン長を愛してくれた、もう大丈夫大丈夫かな、大丈夫かなっていうか、俺しかあれだよね。あ、そう、それじゃあ贈呈式に移らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。パンチを愛してくれましたマリさん、はい、よろしくお願いします。ね、この解禁賞の企画が上がった時にね、本当光の速さで、名乗りを上げてくれまして、パンチを愛してくれてどうもありがとうございます。痛がるんじゃないよ。ありがとうございます。すごい、また光の速さで、この企画の予約をスパッと、とんでもない、もうなんかちょっと告知の食い気味で入ってきたぐらいの方もいらっしゃいますので、よりさん、はい、私か、撮ってる場合じゃございませんよ、よいしょ怒られるやつ、あと到着してない方がいらっしゃいますので、どうしたら、なんかあったのかな、ちょっと不安に思いますけど、ね、じゃあ大丈夫か、ですね、と、それと今日もですね、なんやかんや言って本当に助けてもらって、日頃から仲良くさせていただいております、すけさん、イエーイ、
これ本当に陽介っていう名前がいっぱいいるでですね、ハイフンがないバージョンとなっておりますはい、横棒じゃないのとちょっと区別をつけてみまして、ね、名前が入っておりますので、ぜひお納めくださいませ。帽子かぶってない、はい、帽子で区別しなかラのラのラと書いてラと読まなくていいすげえ合理的なラのラスさんラスさん本当にお世話になっております。今日もね、あのよし行くぞめっちゃかっこいい感じに言ってもらう、あの CM もね、あんな感じでなったの初めて聞きましたけども、ありがとうございます。そしてですね、先ほども出ましたけども、とにかくもうね、ほぼサーキットの一員なんじゃないかという構成委員として組み込まれているような感じもいたしますけども、本当にいつもお世話になっております。陽介さん、よろしくお願いします。はい、はい、あ、入って、はい、こちら、名前が入っておりますあー、はいありがとうございます、本当にこれなんか、いや、映像、あの予告編とか、あと写真とか、あとさっきの、あの映像とかありがとうございます、はい、いえいえ、もうね、本当にいろんな人たちに愛されて、はい、あとですね、忘れちゃいけないですよ、先ほどもありましたけども、僕をいつも助けてくれるメンバーの分のスパイセットもバッチリ準備させていただいております。はい、小暮誠さん、小暮じゃないんですけどね、そのガムテープが終わった後にお越しください本当にいつもありがとうございます。もともとこれをやろうって言い出したのは誠くんなんで、ね、まあパンチがあるのはこの方のおかげなので、皆さん、時計が入ってないけど言うかなと思って、時計ないんで、よろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。あのアップの件は本当ごめんなさい何つい SNS アップしてる、はい、それでは、ですね、時には広報、時には弾き語りなどをバッチリと披露していただいております。いつもお世話になっております辰巳玲奈さん、エージェント R 来てください、はい、こちらバッチリ準備しておりますので、まあ、極秘ファイルの中にはね、自分が準備したものも入ってるんで、いらねえよっていう話もあると思うんですけど、持ってるよ、はい、ドラッグっていう、まあ、ご納めくださいませ。はい。まあ、以上、スパイセット贈呈式となっております。ね、とうとう、演目終わりですよ。あ、僕に、まあ、自分で作ったんですよね、これ、ありがとうございました。ね、まあ、惜しくもこれに敗れてしまった方もですね、今日、エージェントの証の、なんで、カード、なんだったっけライセンスカード、スパイインのライセンスカードをお持ちと思われますんで、これ、後々、ちょっと役に立つことを考えようかなと思ってますんで、ね、渋谷の街に捨てていかないように。渋谷のね、危険なところにパッて出てるからライセンスカード押してなんだこれってなりますからね、黒人党が、びっくりしちゃいますからね、うん、なので、良ければ取っておいてほしいかななんて思っております。はい、水曜パンチ、誠くん、あれはお手紙僕たちにお手紙、いや心の手紙ポケットすごい探してるけど、ね、ポケットに、嘘でもさ、うん、僕らスパイじゃん、うんうん、暗号で書いてきた、マジかその暗号聞かせてよ俺今探偵やってきたけどさ、一番その暗号が一番聞きたかったよ、違うねあ、本当だ、F、B、F、G、コードやないかこれコードはコードでもギターのコードやないかF、B、
B9 あー分かるよ C シャープ E あーありがとうって意味だありがとう本当にお手紙もらいました、ね、ごめんね一生懸命考えたんだよ、うん、なかなかこう、うん、文字に起こすとね文字に起こすとね、あの嘘みたいになっちゃうもんね、うん、そうね、手紙ちょっと楽しみにしてたんですけど手紙ないということでよろしくお願いしますねはい、とうとう終わったよ、もう全ての出し物が、うん、まだ終わったよ、だってライブやらそうそう、もうライブの前のあのいろいろしたコーナーがもう終わってしまったよ、うん、はい、いきますか、最後、ね、はい、じゃあ演奏します僕たちは演奏します今日、先月なかったけど今日は僕たちは演奏する今日は演奏する多分でも怪我はするかもしれない